あーくそ、入れねー。はい、入れねー。お、なんかあっこに宝箱くっついとるよ。よいしょ、あっこの宝箱くっついとる。ちょっと取りに行こうか。これで、はい。怖いから、あ、いけた。よし、ちょ、そこの宝箱をくれよ。そこの宝箱くれよ。ちょ待ってね。これマグネキャッチいける。あー、微妙に届かねえ。もうちょいこの辺かな。この辺からマグ、あ、できんのやん。くそくそ。そして空いてるのはどこの部分なの。こっちかい。あ、そこが空いとる。太陽が眩しい。これで中に入りまして、そしてここが空いてるんだよ。ここが、そこが空いてるのはいいんだけど、どうやって飛び移ればいいの。あれ、飛び移れなくね。もうちょっとあれかな。あ、止めておけばいいってことか。私が一番上の階に行けばいいかな。ということはだ。ここからちょっともう一回あっち側に。あー、映れないなー。今、花どのぐらいの位置にあるんやろ。よいしょ。これで今ここに、ここからそこに入れるかな。入れんかな。とりあえず、これで、はい、象の鼻を、超動かしましょう。動かして、からのビターロック、はい。これでやっぱり、ほら、ちょっと待って。これで、象の鼻をこの辺りとかにして、どう？ OK？ 早く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 止めて。おっしゃ、来た。これで、これで入れるんじゃないの？入れないの？あの状態で、あー、くそ、入れねえ。はい、入れねえ。とりあえず。あ、こっち側に移れた。移れて、で、あれ、その辺に宝箱なかった？あれ、まだ違う場所か？あっち側かな？ちょっと待ってね。これで、ああ、くそ、戻ってきた。これで、よし、ここまで来た。ここまで来て、あれ、宝箱やっぱないな。そして、これで、うう、は、弾き飛ばされ、弾き飛ばされた。はい、またここに戻ってきたやろ。で、戻ってきて、これでまたそこに、これで、ちょ待って、これちょ待って、これで、これで象の鼻をちょっと
はい。動かして動かして動かして、危ない危ない危ない。ほら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 、止めて止めて。ふぅ。え？もうこれあれ、動かしていいんじゃね？ね、逆に。逆にちょっと動かしていいんじゃね？動かして。あ、そっか、ここで鼻の操作ができるんやけん。このまんま、出れんなるってことはないんや。そうやんね。だって鼻の操作をしとったら、普通に、ここが開いたり閉まったり繰り返しよるってことやろ。ってことやけん、はい。あー危ないよー。めっちゃダメージ受けよるけん、ちょっと早く早く早く。早めに下ろしていただけたら。あ、これで OK かな。はい。これで、ちょい、はい。鼻の角度をお願いします。そして、シーカー。あ、微妙に。いける？調べれる？それ。微妙に調べれなくね？はくそう。角度。この微妙に調べれない角度よ。もうちょっと早めに止めんといかんのやね。よし、じゃあもう一回。もう一回で、ちょっと体力もちゃんと、見て。この自分のね、今のこの自分のポジションがどういう感じになったのかが今一よくわからんけん。もう一回これで。あ、調べる。できた。しかも扉開いたよ。シーカーストーン確認しました。残りの制御端末は、あと3個。あなたならできる。あと3個って？ん？この道、あ、そっか、この道か。あと3個はどこにあるの？制御端末。制御端末なんかあの中にあるってなっとるよね。あの歯車の中？あれ？あれやん。ねえ、あれやん。これ水中でもできるんかな？できなくね？あ、出てきた、出てきた。落とされまし。そう。どういう状態？ちょっと待って。何もできないんですけど。そこに、制御端末があることは分かったんだ。制御端末、はい。ダメなのか。これ止めんといかんってことかな。どうやって止めるんこれ。止めれる？これもなんか鼻の影響かな。これ鼻？わからんねやけど。だってこれを止めるとしたらさ、そこの水やろ？そこの水を止めるには？あ、これってさ、もしかしてアイスメーカー。アイスメーカーとかでさ、止めれたりするかな。こういう。え、止めれんか、やっぱり。お、もしや。止めれないよね。
なんかこれさ、塞げるか、あ、塞げた。あ、しかも見て見て、ナイスじゃないこれ。超ナイスやん。てか水減ってない？さっきまでよりなんか明らかに減ってない？ちょ、おー、これで、これで4つ目シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと2個。あと少し、もう少し、もう少し、あと2個。そのあと2個っていうのがあの真ん中の方と、あと鼻先にあるんよね。あれは一体どうやってたどり着くんやろ。てか上がれになったんやけど、なんかあっからさまに水減っとるよね。あ、そっから上がれる。あ、こっから上がれるか。オッケーオッケー、よいしょ。もしかしてこれどんどん水減っていくんかな。これでここが止めれるということも分かった。あそこにさ、あれどこ行った？なんかあの辺さ、炎が見えたけん、あ、こっち側に乗ればいいんかな。違う、落ちたー落ちたー。どうしたらいいかな。ここで、あの、象の鼻の位置を一個だけこっちにやったら、多分、向こう向きに回ってくれるようになるんじゃない？ね、さっきまでと逆方向向きにこう、回るようになって、あ、ちょっと一旦さ、ここの、アイスメーカーを、壊しておこうか。はい、壊す。これでこっちが動き出す。これで多分、こっちからそっちに乗り移ればいいんじゃないかな。はい。この辺から、とりあえずこっちに。これで運んでいってくれるんじゃない？あ、ほらほらほら、いい感じじゃない？あ、なんか、水に打たれそうやけど。あ、これで。あ、どうしよう、落ちたわ。なになになに、なんか今敵みたいなのおった、もしかして。なんか姿見えんかったんやけどさ、バチバチバチみたいな音聞こえたよね。確実になんか私を攻撃してこようとしてるような音が聞こえたような気がとりあえず行き方、多分私のタイミングがちょっと早かったんかな。けど行き方は分かったと思うけん、これで、ほら、またすげえ水増えてる。あ、くそ、上がれなかった。はい。違う。ちょっと待って、一旦上がらして。ほんで、はい、次。来た来たー。これでこのまんまちょっと運ばれて。あれやな、この辺宝箱もあったよね。宝箱のとこに乗ったらよかったな。これどれぐらいまで行ったら飛び移れるかな。ちょ、見えんのよな。どう、危ねえ。あー、敵敵敵敵。びっくりした。もう水で見えんところやった。あー、やばいって、それ。やめて、そういうの。はい。やったね。ガーディアンランスゲットー。そして、古代の歯車と古代のネジ。ほら、新たな場所に来れた。んで？これ何？お。ん？そこに水が出ることによって何がどうなるの？何何？そこに水が、そこに水が出たから何なの？あ、ここに、そっか、ここの道もあったんか。この道進、あ、この道進んでったらあれじゃない？鼻先に出るんじゃない？ね、ぽいよね。ぽいよね、ぽいよね。ほら、鼻先。あれ？あの光よりやつかな？ということは、違う。鼻を、ちょっと下ろし、このぐらい？このぐらいで平行かな？鼻をちょっと下ろしていただいて。
お、いい感じ、いい感じ。あれ？もうちょっと下ろしてもらった方がいい？なんか、ね、反り立つ壁みたいになったね。はい、一番下まで下げてもらって。あれ敵？あれ敵だな。はいはいはい。しょ。弓壊れたんだけど、できた？あ、できたできた、よかった。なんかすげえ、ちょうど壊れたんだけど。弓。じゃあ、とりあえず、ボコ弓で。あれ、宝箱しかないんやけど。中身は？古代のシャフト。古代の機械に使われていた部品。古代のシャフトか。え？うわぁ、すげえ迫力。ね、鼻先だよね。あ、もうちょっと先？もうちょっと先？え？あそこのなんか台の上にあるってことかな。いける？あ、登れない。あ、登れないよ。え、登れないんですけど、何、どうやればいいのこれ。え、だってこの上でしょ多分。頑張りゲージがとかいうことじゃないよね。あの上から飛び降りてこんといかんのかな。え、でもあの上って言われてもちょうどアップになったなんか。あの上って言われても、あ、そっか、ちょっと待って、鼻の位置を、ちょ、もう一回、え、どのぐらいまで上げたらいい、このぐらい、はい、逆にこういけるとかいけませんよねいけないよね。あ、これ上に行けるんやね、あれで。あ、これ、ここから、こう、上げていってもらったら、は、そこに飛んで、ここまで飛んできたけど、え？ここまで飛んできたけどさ、上がれない。え？上がれない。もうちょっと向こうやったかなー。どう、いける？これで、あ、いけるんじゃない、いけるんじゃない、これ、ほら来たー。これでバルッタの背中に乗った、背中に乗った、なんか穴開いてるけど、ここ入るんかな、違うんかな、こっちに行ったら多分元通りやね、ここかな。あ、なに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 、あ、ここ炎のとこや。ここが炎のとこ、うわぁ、あれか。何の音かと思った。めっちゃキョロキョロこっち見よる。怖い怖い。あ、吐き出されたよ、吐き出されたよ、あれ。こいつは向かってくるんかい、消えても。それで、マグネキャッチやね。マグネキャッチで。はい。これでまた、あの、一階のとこと同じようにやろう。ほい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 。はい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 。なんか上が開いてきた。え、上が開いたけんなんなんこれ。あ、もうこれ以上動かん？え、上が開いたけんなんなん。あ、この火を消せってことかな。ってことは、何、どの辺？この辺かな。さあ、濃い水。あ、もう夜になったし。え、全然水こんし。あれ、全然水こんし。どのあたり？このあたりかな。さあ、濃いよ、水。あれ？あ、来た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 。どう？どう？あ、マジか。火の中。おー、これで。はい。やったね。これであと一個、鼻先のやつだけや。
シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと1個、あと1個、もうちょっと。え、でさ、そのあと1個の鼻先のやつはどうやって行けばいい？なんか行けるようになった？あ、ここから上がっていけるんかな。あ、上がって元のとこ戻れるってこと？とりあえず、なんだなんだ、どこに行けばいいんだ？いや、元のとことか行けないですけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。